こういう中国系のお菓子とかいっぱいあります。Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日はですね、11月になったということで、最近ちょっと お休みをしていた、10月のお気に入り品をご紹介したいと思います。で、今回はあんまり化粧品とかをそこまで買いに行っていないので、食事とか食べ物系が多いので、そちらをシェアしていきたいなと思います。では1つ目、そうね、イギリスに来て、私は幼稚園生ぐらいの時からよくマシュマロとコーンフレークでお菓子を作っていたんですけれども、もうね、これがね大好きなんですよ。で、これ昔私が小さい時、確か日本にもおやつあったと思うんですけど、最近日本で見なくて、これがねすごい好きなんですよ。これは4つ入りなんですけど、まあ、あと1個しかないんですけど、これ1つで、あのコーンフレーク、ライスクリスピーとクリスピーズとマシュマロが混ざったものをなんかこうバーみたいにして売ってます。これはめっちゃ甘いけど、マシュマロの味が好きな人は絶対好きだと思います。私はこれ大好きです。なので、これは小腹が空いた時によく食べてます。では2つ目、じゃじゃじゃん、カルボプルダックポックンミョン。これは、ドイツで全然見つけられなくて、でイギリスに来てアジアショップに行ったら、プルダックポックンミョンのシリーズが本当にいっぱいあって、それでこれを買ってみました。で、個人的には今まで食べたプルダックポックンミョンの中で一番これが美味しいです。やっぱカルボナーラとプルダックポックミョンのコラボなので、辛さが全然あのプルダックポックミョンとは比べ物にならないぐらい優しくて、で、あのすっごく美味しいです。で、私はここ最近マーラープルダックポックミョンっていうのも買ったんですけど、それはもう本当に辛くて、ちょっともうあと4袋あるのでどうやって食べようかって思っていて、最終的にはソースを使わずに普通に麺だけ使おうと思います。まあ、でも、割引でね、ディスカウントセールで買えたので、半額ぐらいで買えたので、まあ麺だけ活用しようと思います。では3つ目、じゃじゃん、ネスカフェのチョコキャラメルモカです。私は甘いコーヒーが大好きなので、これはもう本当に美味しいし、こういう袋が8袋入っていて、2ポンドとか3ポンドぐらいだったので、まあこれ8杯で、まあね、カフェとかで飲んだら1杯分っていうことなので、これで結構節約をしています。あのキャラメルもすごい美味しかったんですけど、このキャラメルチョコモカも美味しいです。でもまあ個人的に好きなのは多分キャラメルだけの方が私は好きかもしれないです。でもこれも好きなので、こう半々ぐらいでね買おうと思います。では次、じゃじゃん、これはアジアショップで買ったんですけれども、あのね、よしみちゃんに教えてもらってこちら買ったんですけど、これちょっと硬いやつなのかな、なんか何のお菓子かって言ったら、大豆でできてるお肉みたいな食感のお菓子で、結構オイリーで揚げてあるんですけど、これがねめっちゃ美味しくて、プラスあのこういうのもあって、やっぱリーズ結構中国人の留学生の方多いので、こういう中国系のお菓子とかいっぱいあります。で、これはよしみちゃんにデュッセルドルフで教えてもらって、すっごい美味しくて、こっちに来てもなんかあったので毎回買ってしまいます。はい、なんかね最近ちょっと太っちゃって、そこまでイギリスのお菓子を買わないようにセーブしてるんですけど、センスバリーズの、チョコレートブラウニーを友達からもらって、それすごく美味しかったのと、あと最近飲んだので、すごい甘い飲み物が好きな人は
なんだっけ、あそこのコーヒー屋さん、カフェネロ、カフェネロのウィンタースパイスホットチョコレートはすっごい美味しかったです。あのホットチョコレートの上に生クリームが乗っていて、その上にシナモンパウダーがかかっていて、めちゃめちゃ美味しかったです。でここからは食べ物系じゃなくて、ちょっとだけ身の回りのドラッグストア系をご紹介したいと思います。一つ目はじゃじゃん、キールズのウルトラフェイシャルモイスチャライザーなんですけど、いつも使っているのがウルトラフェイシャルクリームっていう、こういう平べったい、なんかなんだろう、カップみたいなのに入っているあのクリームだったんですけど、店員さんになんかそのクリームとこれが出ていて、どっちの方が乾燥しないのかって聞いたら、こっちの方があの保湿がしっかりされるって言われたので、こっちを買いました。で、あの個人的にいつもそのクリームって手で取るので、ちょっと衛生的にどうなんだろうって思っていた部分があって、でもこれはあのこういう感じで出す形式なのでいいなって思ってます。で結構ね、あの乾燥もしないので、これはすごくおすすめです。イギリスだと今はちょっと分かんないんですけど、私が1ヶ月ぐらい前に買った時は2つの商品を買うと学生は 20% オフだったか 15% オフになったので、その時にゲットしました。では次はこちらです。これ知ってる人も多いかもしれないんですけど、カラーキャッチャーって言って、あの洗濯機に一緒に入れるシートなんですね。こういうシートです。で私はドイツにいた時は色物と白いものとか、タオルと色物とかで分けていたので、40度60度で洗うものを分けていたので、こういうのは買ってなかったんですけれども、今回一人暮らしになって洗濯をカラー物で全部いっぺんに回してしまうので、色落ちが結構気になっていて、まあ、そこまで私色が濃い服を持ってはいないんですけれども、なんかこう他のものに色が移ったら嫌だなと思って、白い T シャツとかもあるので、これを買っていつも洗濯機の中に一緒に入れてるんですけれども、結構ね洗濯終わった後にそのシートを見るんですけど、意外とね色が本当にそこに吸収されているので、実際結構色落ちしてるんだなっていうことを確認して、これは入れた方がいいなって思っていつも入れてます。なのでもしイギリスの洗濯とか、まあイギリスじゃなくてもドイツとかでも洗濯に困ってる方はぜひこれ買ってみてください。そんなに高くなかったと思います。はい、というわけで今回ご紹介したのは10月のお気に入り品です。もしこの動画が役に立ったよという方はぜひいいね、そしてチャンネル登録お願いします。最近はインスタグラムやツイッターも更新しておりますので、そちらもフォローお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チュー。